コカ・コーラのボトル形状。アメリカ合衆国連邦商標法による保護を受ける登録立体商標の例である。立体商標とは立体的な形状からなる商標を言う。立体商標は商品や商品の包装そのものの形状としたり、駅務を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や駅務の提供もとを需要者に伝達し、 他社が提供する、それらと区別するための標識としての機能を果たす。立体商標と区別して平面的な商標を平面商標と呼ぶことがある。立体商標は一般の平面的な商標と同様に条約及び世界各国の国内法令によって保護されている。日本でも自他商品識別力を有する商品の立体的形状は 不正競争防止法の商品投票時に当たるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された。日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん、ポコちゃん人形、カーネル。 サンダース立像、ホンダ株、ヤクルトの容器、阪神甲子園球場スコアボードなどがある。また、不正競争防止法の商品、営業表示として認定された立体的形状として、株式会社化に、道楽の、動くかに看板などがある。知的所有権の貿易関連の側面に関する、協定十五条は、資格によって認識することができない標識を、 保護対象から除外することを容認しているが、立体商標を保護対象から除外することを容認する名分の規定は存在しない。冒頭でも述べた通り、日本では商標法と不正競争防止法の二つの法律で立体商標の保護を図っている。大阪地方裁判所判決によって不正競争防止法における商品投票時に当たるとされた動くかに、 看板不正競争防止法2条1項は、他人の周知な商品投票時を使用し、出所の混同を弱気する行為と、他人の著名な商品投票時を使用する行為を、不正競争と定義し、使用の差し止め請求や刑事罰の対象としている。ここで、商品投票時とは、人の業務に係る使命、称号、商標、表彰、 商品の容器もしくは放送その他の商品または営業を表示するものと定義されている。裁判例を見てみると、商品の包装や商品そのものの形状にとどまらず、営業に使用される物品の形状であって、自他商品識別力を有するものについては、商品等表示性が広く認められている。例えば、かに料理店の店舗の外壁面に設置された、 動くかに看板の商品等表示性が争われた、動くかに、看板事件の大阪地方裁判所判決では、かに料理店の店頭に設置された、動くかに看板が、商品等表示であると認定され、それを模倣した看板を掲げる行為が、不正競争防止法2条1項1号の、不正競争に該当するとして、 看板の使用禁止及び損害賠償の請求が認められた。導入の理由1997年の改正商標法施行前までは、商標法により保護される商標は平面商標のみであった。しかし、工業所有権審議会は以下の3つの理由に基づいて立体商標の登録制度の導入が妥当であるとの結論を出し、 1996年の商標法改正。1997年4月1日の制度施行に至った。立体商標保護のニーズが現実にあると考えられること。不正競争防止法下においても、商品の形状について商品表示として明確に保護を認めている事例が多数存在すること。立体的な商標に対しても権利を与えるのが、 国際的数制になってきていること。この他の理由として、日本以外の国で登録された、自他商品識別力を有する立体商標を、日本で登録しないことは、工業所有権の保護に関するパリ条約6条の5バイトの保護規定に違反するという見解があったことも挙げられる。保護の内容本説では、商標法による立体商標の保護内容について説明する。 立体商標の保護内容は原則的には他の一般的な商標のそれと変わることはないが商標が立体的であるという特質から特有の規定や解釈が存在する。出願手続きと許庁に対して商標登録出願を行う際には対象の商標が立体的なものであっても 常に書面に商標を記載して行わなければならず、商標の立体模型などを提出することはできない。そのため、書面に記載された商標が立体商標である場合には、その旨を願書に記載しなければならない。登録要件、ヤクルトの乳酸菌飲料、包装用容器立体商標が登録され、 保護を受けるための要件のうち、立体商標特有の規定や解釈について説明する。その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。商品または放送の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度の費用で生産できるものであるか否か。立体商標についての商標権の効力。 商標権の効力は以下の4類型の商標の使用行為に及ぶものと規定されている。これは一般の商標についての商標権の効力と変わることはない。指定商品、駅務についての登録商標の使用指定商品、駅務についての登録商標に類似する商標の使用指定商品、駅務に類似する商品駅務についての登録商標の 使用指定商品、駅務に類似する、商品駅務についての登録商標に類似する、商標の使用立体商標同士のみならず、立体商標と平面商標が類似することもある。立体商標と平面商標はいずれも、資格を通して認識されるものであり、両者が結合した商標もあり得るからである。例えば、ペコちゃん像の立体商標は、 ペこちゃんを平面に描いた平面表彰に類似する。したがって指定商品と同一、または類似する商品を販売するに際し、ペこちゃんの絵画を商標として無断使用すると商標権侵害を構成する。他の知的財産権との調整物品の立体的形状は特許権、実用新案権、一升権、著作権の対象になることもあるため、 立体商標と対象とする商標権は、これらの独占配達権と抵触することがある。例えば、登録商標の立体的形状が何らかの技術的効果を発現する場合、当該形状は特許権や実用新案権の対象にもなる。また、その立体的形状が資格を通して美観を起こさせる物品の形状等であれば、当該形状は、 一生権の対象にもなる。さらに、その立体的形状が、思想、または、感情の創作的表現であれば、当該形状は著作権の対象にもなる。これらの権利を保護する法益は異なるため、同一の形状を対象とすると、虚権、実用新案権、一生権、著作権が、それぞれ異なるものに適法に帰属することがある。しかし、 立体商標についての商標権者が、当該立体商標と同一の形状を対象とする、他の独占配達権の効力を受けることなく、自己の登録立体商標を自由に使用することを、無条件に認めてしまうと、他の権利者の利益が著しく損なわれることになる。そこで、商標法29条は、これらの相互に抵触する、権利関係の調整を図っている。 すなわち、事故の商標権にかかる商標登録出願日と、他の権利にかかる登録出願日の戦後を基準として、事故の商標登録出願の出願日よりも前にされた、出願にかかる権利との関係では、当該先の出願にかかる権利者の許諾がない限り、事故の登録立体商標を使用できないこととした。例えば、公が有する、一生権とオが有する、 商標権が抵触し、甲の衣装登録出願が2005年4月、乙の商標登録出願が2006年4月にされていた場合、甲が自己の登録衣装を自由に実施することができるが、乙が自己の登録立体商標を使用するには、甲の許諾を必要とする。登録立体商標の例以下の登録立体商標は、1997年4月1日の 登録制度施行の後、間もなく、出願がされ、翌年の1998年に登録されたもので、ある。欧州連合においては、EC 商標指令に基づいた各国の商標法の調和が図られているほか、共同対象標制度も併存している。共同対象標制度は、 共同体商標に関する1993年12月20日の EC 理事会規則第40-94号により創設されたものである。商標指令2条は、商標はいずれかの標識、特に個人名を含む言葉、デザイン、文字、数字、商品または、その放送の形状であって、 写実的に表現することのできるものからなることができるとしており立体商標を保護対象から外していない商標指令及び共同体商標規則における立体商標の登録要件をまとめると以下の通りとなる商標としての機能を有すること商標規則3条または共同体商標規則7条からのいずれかによる 拒絶の対象となっていないことその他、一般的な商標の登録要件を満たしていること。甲子園、トリビアスコアボード。一つは、立体商標。 神戸新聞 NEXT,https://www.kob-np.co.jp/.news/.shakai/.201708/.0010479053.shtml2018 e 年4月3日閲覧。山本恒ね溶接不正競争防止法第3版、53ページ。 経済産業省知的財産政策室編著築城解説不正競争防止法平成16.17年、改正版、46ページ、特許庁、平成8年改正工業所有権法の解説、159ページから、意味を新決取り消し請求事件、平成221万169、裁判所、立体商標の識別力とアンケート調査第2次、 ヤクルト立体商標事件マイナス、資材管理2011年6月号、P837P846、特許庁、商標審査基準。改定第8版、商標法4条1項18号の解説部分から、引用、特許庁、平成8年改正工業所有権法の解説、162ページ。 ペコちゃん日本弁理士会 http コロンスラッシュスラッシュ w w w t m l i b a r i c o m スラッシュデータスラッシュテーマスラッシュ zuki e スラッシュ ritai 文字なし登録2012年4月6日 PDF 商標資料館年表1998年 ソニックチャンネル http コロンスラッシュスラッシュ www.honda.co.jp スラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ C140526 html ありがとうございます。